間私の娘がですね、大学生なんですけども、大学生の娘が、キムタクの子供はええなってこう言うんです。もうすぐまあまあ子供さんができるそうでございますけどもね、工藤静香さんとの間の、なんでキムタクの子供がええねんとこう聞いたら、そうかて家の中にキムタクがおんねんで、朝起きでもキムタクおるし、応接間にもおるし、風呂場にもおんねんで、トイレにもキムタクおんねんで、ええなあ言うんです。そうお前も家に三子がおるやないか。女普通なかなか三子はおれへんで言うて、家の中に言うたらいらん。しかし男は顔やないとか言いますけど、あり顔なんですがね、キムタクなんていうのはもう結婚して子供できる言うても、ドラマやったら一人ずつ、男は得ですな、あの反町ほんまにね。徳屋は嫁はんが松島奈々子、それで松島奈々子さんに、松島さん、反町さんのどういうところに惚れましたかと、もう最初見た時にパッと、あ、これだと思われたんですか、一目惚れですかってこう記者が聞いた、いや一目惚れじゃないんです、ひたむきに私の方を一生懸命こう向いてくれるところに惚れました、私に向かってくるところに惚れましたと、こういうふうに言うと、向かってくるんやったら闘牛でも向かってきます。得やね、ほんまに。私はね、まあこの頃は大体この女性主導型というか、だから顔がただ英雄だけではありませんね。この反町なんかはなんかそういうひたむきさとかね、情熱であるとか仕事ができるとか、贅沢ですね言うてるのが、もう顔がええだけだ、顔がええだけでよろしいやん、仕事ができるんだったら仕事ができるだけでよろしいやん、もうこんな顔でもとはいきませんね。顔はようて、まあ格好はようて、仕事はできてね、そういうのは。私はだいたいこの男女のきっかけを聞く専門家でございますけども、いろんなんいてますせ、どないなってんのかいな。この間聞いたんがね、ご主人と奥さんが、この奥さんがご主人の前の彼女の友達ですね。でこの前の彼女がですね、この今の奥さんにですね、いやあの男つきおうてんねんけど嫌になった、しつこいねあの人、あんた断ってくれへんと頼まれたらしいんです。ああ断ったるわ断ったるわ言うて、その今向こう班ですね、その向こう班に向かって、あんた嫌がってんねんあの子、ちょっと付き合うのやめたってえな言うたら、そこで泣いたらしいんです。そんなこと言いましたほなかわいそうやから言うて、ちょっと付き合うてるうちにだん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 ね、不思議なもんですね。ほでその今嫁はんはですね、前の彼女といろいろ連絡しながら、今付き合うことになって、嬉しいわそれやったらって、あの子な気はおとなしいねんけど結構手早いねんけど、もう手出したとか、いやまだやねん、私の時2回目やったねとか、いろいろ情報を聞きながら付き合うた言うてましたですけども、だんだん男が情けなくなってまいりました。